場島は酒場抜刀召喚に応じました。私は当分会の当分真希です。よろしくお願いいたします。何事も実践して自分の力でやり遂げる。今日もよろしく。おはようございます。こんにちは。フライトラップの仕事が忙しかったのでしょうか。リーダーは大変なのですね。だからずっとこちらに来られなかった。いいえ、私は寂しくはないですから、あまり気にしないでください。励ましてくれてありがとうございます。天気は快晴です。今日は仕事を休んでリラックスした方がいいのでしょうか。もしリーダーが一日一緒にいてくれるのなら。ちょっと曇ってて肌寒いですね。リーダーもちゃんと暖かくしてください。あとで出かけるのなら傘を忘れないでください。リーダー、当分会の和傘がとても綺麗なんですよ。竹が雨粒を弾いてるところを見るのが好きです。当分会の朝礼はもう始まっています。リーダーはちゃんと起きていますか？お昼休みのランチはやはりリーダーと一緒が落ち着きます。さあ早く食べましょう。ご飯が冷めてしまいますよ。指導者の教養はとてもいいレッスンですね。もっとうまくフライトラップを管理できるように私と一緒に受講しましょう。リーダー、寝る前に今日一日を振り返って反省する。今度真田道場に行くときは絶対に幸子と本気で勝負してみたいです。プレゼントがあるようです。コネクターとして世界へ貢献した謝礼なのでしょうね。メールは早めにチェックしてください。大事な公務を逃したら。よろしくお願いします。中途半端な覚悟じゃ何もなすことはできません。たまには束縛から逃れてこっそりお祭りに行ったりしても大丈夫ですよね。リーダーも協力してくれますか？私の顔なんか変？違いますよ、今ちょっとリラックスしてるだけです。ずっと真面目な顔を保ってるのって疲れるんですよね。あ、このことは絶対内緒にしたっての？二人きりでデートしたことってなくて、よろしくお願いします。当分会の未来のために全てを捨てるって決めていたのに、今はいつの間にか捨てたくないものが増えてしまいました。あなたって本当に困った人ですね。お父様、おばあ様のためにも私は立派な指導者となって当分会の間違いを正さなければなりません。この酒場島は私の当分一族としてのプライドと決意を強めてくれました。しかしそのためには普通の16歳の女の子としての生活は捨てなければなりません。でも未練はありません。なぜならその綺麗な夢はあなたの心の中に預けたからです。やっと帰ってきましたね、リーダー。お待ちしていました。この手に戦中ある限り絶対失望はさせません。当分真希参上。酒場の採決を受けな。私はずっとこのまま勝ち続ける。